皆さんこんにちは、ニニケです。こんにちは、カシワリに住んでいる外国人サポーです。今天我们将跟随球队远征去到美丽的香南海岸，在客场挑战香南利海。湘南ベルマーレ、みんなレモンで呼ばれています。 J1 第27節アウェイ戦です。今年我们在主场2-1取得了胜利，今天希望在客场也能带走三分。这是一场价值六分的比赛，因为我们现在排在第15，湘南是在第16名，我们是在降级圈的稍微上游一点点。空气阵残留してもっと順位の上に行けるために今日は勝ってほしいです。勝ちましょう、勝ちましょう。レーソル系の先輩、ピンヒマチャンネル、どうぞ。Welcome。Welcome。こんにちは。ピンヒマです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどこから来ましたか？東京です。妻はタイから帰ってきた。タイからです。台風のために今日ですよね。今日からですよね。今日の朝タイからちょっと出張行ってて帰ってきました。お疲れ様です。ありがとうございます。あと東京住んでいましたら、どうしてレイソルを応援してますか？僕は地元が、茨城県なんですけど、柏に近くて昔から見てて、で大人になってちょっとまた見に行くようになって好きになったって感じです。はい、なるほど。で夫に結婚する前に連れて行ってもらって、日立大の近さとかピッチの近さとか伊東純也選手とかいたんですけど、それを目の前で見て一気にハマりました。はい、ありがとうございます。あといつから会社はレイソルを応援してますか？僕は本格的には2013年ですね。はい、はい、いつやったっけ？2018です。お疲れ様です。ありがとうございます。あと今日の試合で注目の選手は誰ですか？注目は僕は片山選手、関根選手の怪我の代わりを埋めてくれると思うんで、あと湘南の攻撃強いんで、そこを抑えてくれるかなと思って期待します。はい、私は小山選手です。いつも献身的なプレーをしてチームを助けてくれてるんで、はい、今日は小谷ちゃんの笑顔が見たいなと思ってます。ありがとうございます。今日の島村選手は、はい、そう、今日 島村選手が出場停止でいなくて残念なんです。残念なかった。はい、今日の勝敗予想はどうですか？僕は2-0でレイソルが勝つと思います。 2-0 で、 2-0 です、はい、3-0 でレイソル。 ありがとうございます。得点選手は、細谷2点です。はい、細谷、小山津、柿田。はい、ありがとうございます。ベスト11、はい、お願いします。歴代の個人的な歴代ベスト11、レイソル選手、ゴールキーパー、まあ、中村康介。はい、センターバックは、そうだな、まあ、太陽で、左サイドバックは中山雄太、町田に行った、今町田ね、行っちゃった中山雄太で、右サイドバックは、今マリノスにいる小池龍太っていう選手がいて、はい、センターハーフ大谷で、右は伊藤純也かな、伊藤純也で、江坂江坂、あ、で
トップ下が江坂。江坂、はい。左か、うん、ジョルジ・ワグネルっていう昔いたブラジル人の選手、はい、で、ウィングはレアンドロ・ドウィンゲス で、うん、でサビオウィングで、センターフォワードはオルンガ。オルンガ、はい、オルンガ大人気ですよねみんな言いますよね、はい、そっか、うん、はい、ありがとうございます、はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介。白石から来ましたハユマです今日の試合で注目の選手は誰ですか？スタメンの手塚選手です。あ、ありがとうございます。勝敗予想はどうですか？3対1でレイソルです、うん、決めた選手はマテウス・サビオ選手とジエゴ選手です、うん、もう一つはサビオがもう1点決めます、うん、ありがとうございます。あの、歴代のベスト11はどうですか？ GK から？ブライアン選手です、うん、左が今もレイソルにいる古賀選手です。古賀選手、はい。センターバーク？わかりません。うん、右サイド、右サイドは伊藤純也選手です、うん、すごい。じゃあトップのオルンガ選手です。オルンガ選手、トップ下分かりますか？クリスティアーノいります。あ、はい、ありがとうございます。ジュニアさん、こんにちは。はい、こんにちは。あれ、いないな今日寂しいね今日一人か、はい、お願いします。はい、今日どこから来ましたか？今日は北海道ではなくて千葉、柏今日休みですよね。夏休みなんで、はい、はい。あと今日の試合で注目の選手は誰ですか？注目の選手は今日はもう真央。真央ね、うんうん、真央が決めてくれるでしょ、はい、ありがとうございます。今日の勝敗予想もお願いします。勝敗、前回外してからね、うん、2対1、うん、決めた選手は誰ですか？マオ、うん、木下、この2人、はい、2トップで、うん、ありがとうございます。アウェー戦なら、Jリーグの中に最も行きたいのスタジアムはどこ？あ、行きたいスタジアムね行きたくないところは多いけどそうだね、セレッソ大阪、淀国行きたい行きたい。原因は？はね、食べ物が安い。うーん、安いから。そうかそうか。な、一番行きたくないのは？行きたくないの、うん、ここ湘南、遠いそうか、一番遠い遠いですからね、うん、そうですよね、うん、こんにちは、レグラーさん。はい、お待たせ、待たしちゃった、待たしちゃった、ごめんね、ごめんね、はい、いえいえ、今日もよろしくお願いします。はいよ。今日はどこから来ましたか？どこから来た？柏からね、ありがとうございます、はい、今日の注目の選手は誰ですか？今日どうしようか、注目の選手、誰が好き？サビオ。サビオ、いいよ、いいよ。パビは？今日スタメンの 手塚選手です。ああ、いいよ、手塚、うん、手塚ありがとうございます。いいよ、はい、今日はアウェー戦ですから、うん、遠征なら最も行きたいのスタジアムはどこですか？来たね、これね、来週、まあ、今日もアウェーなんだけども、うん、来週、広島が、うん、あります、はいはい、やっぱりちょっと初めてのスタジアムでね、うん、新しいできた、今年できたばっかりのスタジアムですよね、うん、はい、でそういうのをレイソルのサポーター大好きだから、うん、そうか、ちょっとニニケさん、なんかちょっともう行きたい行きたい頑張って行こうせーの、レイソル頑張れ。アウェーにも絶対勝つぞ。おお、今日も勝つぞいねえな、ね、みんなで頑張っていこう、今日も勝とうぜ。Oh!
Yeah.
さい。今日の試合は終了しました。2対1で勝ちました。湘南厉害，从七月份以来三胜一平没有输过。今天我们在客场拿走三分，非常的开心。最高。最近の2試合は守備力は強くなりましたね。我们最近的这两场比赛在运动战中都没有丢球，今天是丢了一个点球。松本選手はナイスプレーでしたね。今日は川口湖に泊まります。明日から観光しながら広島に向かっていきます。